い、どうもバドミントンスクラップ作り西島です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、緊急で、動画の方を回してるんですが、なんとバドミントンスクラップスクールにヨネックスさんが、また来てくださったということで、広島担当の、村上さんです。どうぞ。はい、こんにちは、ヨネックス村上と申します。本日はですね、緊急企画といたしまして、アークセーバーセブンシリーズが、新発売、されたことを受けまして、ロックオンチャレンジという、企画を持ってまいりました。今こちらにですね、的をさせていただいているんですけれども、あちらの方がロブや、クリアーで、点数10回、打っていただいて、合計200点、超えるように、打っていただきます。こちらの方にですね、20点、50点、80点、100点というようにあるんですけれども、100点をですね、一発で取るとですね、もうそこで一発クリアということで、200点合計でいった方にはこの非売品のステッカーが、プレゼント。100点のところに一発クリアした方にはオリジナル非売品アークセーバーピンバッジを、持ってきておりますので、はい、ぜひこちら目指して、頑張っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひみんなでやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。新発売されたばかりのアークセーバー7プロ、本領発揮といったところでしょうか。見せてください、力を。軽いの、軽いの。お、全然一人が違う。緊急に行ったら、軽いがしっかり飛ぶようになりましたね。確かに。全然一人が。全然一人が違います。おっと、来た来た来た素晴らしい。本当に本当に本当に上がってる。飛距離も。うん。距離もすごい的を待ってる。あれにはうまい棒をあげないとな。いいじゃん。50。素晴らしい。惜しい。おー、いいね。ナイス、20。
こんなに違うの、ラケットで。ボーナス20。すごい。ついに100。おしゃれ。審議じゃないの。審議ですね。今のほぼほぼ100でしたこれ。ちょっともう一回かな。オッケー。お調子。いやーすごい。さっき一回もこの的に行かなかったのに今4回。すごい。素晴らしい。合計得点110点、4回上がってます。どうでした？合計合わせるプロ使ってみて。全然違った。何か飛距離がやっぱり違う。なるほど。しっかり飛んでくれてコントロールに違うというラケットです。はい。ありがとうございます。僕はアクセーバー7プロの方を使って、クリアで打っていきたいと思います。おお、さすが、いきなり50点。リングバッチが、リングバッチ、おお、50点。僕はリングバッチが50点、3連続20点、全部的に行きます。すごい、20点。惜しい、惜しい。来た。おお、すごい、80点。惜しい。もう少し距離が出れば。惜しい。あと2球。いける。おお、ナイス、80点。どうでした、アクセーバー7プロ。いや、本当にもう見てもらった通り、もう狙ったところにビッタビタに行ってたので、はい、前回あのアクセーバー11プロ、はい、使わせていただいた時も、はい、めちゃくちゃコントロールが良くて、はい、で実は11プロも良かったんですけど、デザインもちょっと黄色っていうのも、はい、僕大好きな色なので、あ、本当でした。ちょっとこれ気になってたんですよ、はい、ありがとうございます。で、11プロよりも、でも振り抜きがめちゃくちゃ軽くて、はいはい、しなりがやっぱ良くてですね、はい、簡単にそこにしっかり振って打つっていうよりかは、はい、簡単に狙ったところにシャトルが飛んでいくような感覚があったので、はい、ちょっとこれはもう買い上げですね。ありがとうございます。ぜひ。めちゃくちゃ使いやすいです。結構幅広い層の方にも使っていただけるような。それもらったら。そうですね。あ、それもらったら。もらえたらいいよね。もらえたら。もし、ヨレックさんが来てですね、はい、あのこの録音チャレンジ、はい、やってみたいという方がいらっしゃいましたら、はい、あのぜひ、ヨレックさんの方に連絡したらさせてもらえるんですか。いや、そうですね、あのご連絡いただけましたら、はい、あの地域の営業の人が行かせていただいて、はいはい、ぜひ録音チャレンジしていただけたらなと思いますので、はい、アークセーバー7と11の11プロのあのコントロール性の高さをしっかり体感していただけたらなと思います。じゃあ今日は、はい、あのロックオンチャレンジということで、ヨレックスから村上さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。